SNS は総じて政治や民主主義に良い影響を与えていると思いますかうーん、いいえかもしれないですね。あの、僕、前回のあの放送のタイトル回収を忘れたんですけど、えっと、前回の放送のタイトルが、今、ちょっとあの、調べてるんですけど忘れちゃったんで、前回なんだっけ。えっとね、前回が、えー、社会福祉と自由は足かせの時代っていうのにしたんですよね。その 結局、あの、自由だよねっていうので、あの、多くの人が自由に物を見て自由に考えて自由に投票するっていうのをやると、あの、アホが51%の場合って、間違った方向にみんなで進むことになるんですよね。で、あの、 例えば、教科書とかって、その教科書を検定する人たちっていうのがいて、で、テレビとかもある程度その間違ったことをあの放送しないようにしましょうっていうのがあったりするんですよね。その、だからといってテレビが全て正しいというわけではないんですけど、基本的には99%ぐらいテレビで流されている情報って正しいんですよ。で、SNS って逆にその正しいかどうか調べる手段はないし、別に正しくなくても何の問題もないメディアなので、その SNS とかメディア、そのネットとかを検索して、正しくない情報だけを検索しちゃってる人って、 例えばそのなんかトランプ大統領は勝ったんだとか言い出しちゃったりするんですよでそのトランプ大統領が勝った理由はこんだけあるんだとかみたいなことをこう一生懸命懸伝するみたいな頭の悪い人になっちゃうんですけどでそういう人が投票できちゃうんですよね なのでその別にそのなんだろうな本当に頭が悪い人じゃなくてある程度情報を調べられて自分で興味があるものを調べるから結果自分の興味で調べてるので間違った嘘の情報をどんどん見つけてしまうんですよ。で間違ったの嘘の情報を見つけてあ,あやっぱりそうじゃないかって信じ込んでそなんかあの投票する機会自体は間違ってるんだあれはこうなんか改装されてるんだみたいなことを言い出してでそのドミニオンっていうドイツの会社に訴えられて。 今、損害賠償の3倍裁判が1100億円みたいなやつをなんかあの裁判やらされてる人っていうのはアメリカにいるんですけどという感じであの、なかなかその頭の、まあ、悪すぎる人は別なんですけど多少頭が回る,回るんだけどずれちゃってる人っていうのは間違った情報にどんどん流されてしまうので,で SNS を信じすぎるのは僕は政治や民主主義には悪い影響が結構大きいんじゃないかなという気がするんですよね。